日本語はコーラル楽王です。発表者は犬山由紀と大沢紗理奈。今日は日本の全貌を話します。日本語はどこですか？日本はアジアの東にあります。正式な名前は日本国です。首都は東京です。人口は1,227,679人です。お金は円です。皆さん、日本の食べ物を知っていますか？まず、日本の食べ物はとても健康的です。なぜなら油と塩が少ないからです。天ぷらは日本で有名な食べ物です。天ぷらはイカ、タコ、野菜をなどを使います。お寿司はたくさんバリエーションがあります、なぜなら、巻き寿司、握り寿司、お弁当は学校に持っていく昼ご飯です。野菜、ソーセージ、卵焼き、野菜を入れます。見て、かわいいですね。何ですか？和菓子です。和菓子は甘いお菓子です。和菓子はとてもおいしいです。材料は豆、米、砂糖、小麦粉です。和菓子は春、夏、冬、秋を表しています。日本のテクノロジーはドミニカ共和国を進んでいます。なぜなら毎日新しいものが作られています。例えば、バイク、ヤマハ、カワサキ、カメラ、ニコン、カーノ、時計、カシオ、車、ホンダです。それから、飲み物と食べ物の自動販売機もあります。例えば、バナナ持っています。知ってましたか？そして、新幹線は、日本で一番速い電車です。時速300キロで走ります。でもとても高いです。最後に皆さんが日本へ行ったら、日本のきれいなところや日本の教育と文化は皆さんを悲しませないでしょう。とても楽しかった。なぜなら知らなかったことを学んだからです。日本へ行った文化を知ります。私は日本はいい国だと思います。なぜなら、テクノロジーがあってとてもきれいで整っている国だからです。私は日本はいい国だと思います。私たちは日本の全部を発表します。発表してとても良かったです。皆さんが気に入ってくれると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。続きましてプログラム5番。